M25 戦車運搬車はアメリカ陸軍が運用した戦車運搬車である。愛称はドラゴンワゴン。牽引車兼回収車である M26 とセミトレーラー式の運搬車である M15 により構成される。アメリカ陸軍武器課の補給品カタログにおいて用いられる命名法システムでは本車は G160 として参照される。1942年、量産が開始された M4 中戦車、そしてさらに開発中の新型戦車の輸送に対応するため、既存の M19 戦車運搬車に代わる、新型の40トンセミトレーラー式戦車運搬車が求められた。仕様として MQ24 輪、スモールホイールトレーラーよりも良好な路外、走行能力、また、シェルボーク&ドルーリー社製30トン8輪、ラージホイールセミトレーラーよりも、搭載容量に優れること、そして、それを問題なく牽引できる牽引車が要求された。このような重量級のトレーラーに対しては、既存の M20 トラクターで使用に対処するより、新しい牽引車両を開発する方が適当と考えられ、対応が進められた。新型の牽引車及びトレーラーは、デトロイトに所在していた、フリューホーフトレーラーコーポレーションによって設計され、搭載するエンジンの設計開発は、ホール・スコット社が担当した。この車両は、自重12トン、6輪駆動で、本社専用に作られた、240軸馬力を、出力するタイプ440直列6、気筒ガソリンエンジンによって駆動され、最大で13万ポンドの牽引力を発揮できた。サンフランシスコに所在するナッキートラクターカンパニーが生産型の設計と製造の担当として選定され、前線での運用を考慮してキャビンに装甲を施すことが要求されたため、キャビン形式をキャブオーバー形式に準じたものに変更し、M26 の正式名称が与えられた。先行試作車は1943年4月に完成して実用試験が始められたが、ナッキー社の生産能力は不十分であることが判明したため、アメリカ陸軍はワシントン州シアトルに拠点を置いていたパシフィックカー&ファウンダリー社に改めて量産発注を行った。パシフィック社による呼称は TR-1 である。本格生産は1944年6月より開始され、同年10月よりは M26 トラクターの非走行バージョンが生産され、M26A1 と呼称された。1943年より1945年にかけて1372台の M26 及び M26A1 が生産され、内訳は M26 が753台。M26A1 が619台である。タイプ440エンジンは約2100機が製造された。M26A1 は戦後に伝送系を 12V から 24V に強化した M26A2 に改修された。40トン級トレーラーは M15 として正式化され、パシフィックカー&ファウンダリー社により生産された。正式化後、M15 に車輪上部を覆う踏板を追加するなどの改修を行い、最大搭載重量を45トンに向上させた M15A1 が開発され、朝鮮戦争後には最大搭載重量を50トンに向上させた M15A2 がフリューホーフ社により開発、生産され、M26 の後継である M120 30トン 6X6 トラクターと共に、用いられている。イギリスでは、ファップにより1両が実験的なバラストトラクターへ改造され、試験が行われている。アポロ計画において、サターンロケットの1段目の輸送に用いられる M26A1 1968年2月1日の撮影 M25 はアメリカ陸軍に配備され、1944年から1945年のヨーロッパにおいて任務に投入された。戦車をはじめとした装甲車両の輸送のほか、大型機材の輸送、旅客車両の撤去や移送といった大型、大重量物の輸送任務にも広く用いられ、M26 牽引車は火砲の運用においても支援車両として用いられており、大型砲の牽引にも用いられている。アメリカ軍が開発した世界最大の迫撃砲であるリトル・デイビッドの開発に際しても M26 が牽引車として用いられていた。戦後も引き続き使用され、朝鮮戦争の後、1955年より装備が開始された M123 トン 6X6 トラクターにより更新されるまで用いられた。M15 トレーラーは M123 とともに改良型の M15A2 が引き続き使用され、ベトナム戦争においても使用されている。アメリカ軍のほか、アメリカの軍事援助の一環として M4 中戦車が供与された国にも提供され、日本の陸上自衛隊においても1954年より M4A3E8 中戦車とともに米軍より供与され、国産の73式特大型セミトレーラに更新されるまでの間、1970年代まで使用されていた。退役して軍より放出された車両は、民間や公的機関において重量物運搬車として使われており、民間で使われた車両には装甲型の M26 であっても、独自に非装甲の開放型キャビンに改造されたものが多々存在する。また、エンジンをディーゼルエンジンに換装した車両もあり、それらの車両は20世紀を通して用いられた。極力オリジナルの状態のまま民間のコレクターによって動態保存されている車両も多数存在している。M25 戦車運搬車は M26 装甲トラクターと M15 セミトレーラーによって構成される。M26 トラクターは自重19トン、3軸10輪駆動のトラクターで、大きな特徴は後部2軸の駆動をチェーンによる動力伝達としていることで、後部2輪への動力伝達軸自体は1つしかなく、1つの動力軸に接続されたチェーンにより、前後2つの車軸を駆動している。これはシャフトによる伝達方式に比べ、動力の伝達ロスが大きい代わりに、駆動軸に大きな負荷がかかった際の破損に強いという利点があり、第二次世界大戦頃までは、野外作業用の大型トラクターに多く用いられた方式であった。ボンネットを持たないキャブオーバー式の構造ながら、エンジン区画はキャビン内中央部に突出しているため、エンジンへのアクセスも容易で、整備性も高かった。M26 は通常の牽引車と異なり、装甲された密閉式キャビンを備え、開口部はすべて開閉式の装甲板にて覆うことができた。キャビン上部には、円形の軸回転式ハッチがあり、M49 シーリングマウント式機銃火を介して、M2 12.7mm 重機関銃を装備している。車体前面下部に牽引力35,000ポンド1機、中央部に牽引力60,000ポンドのウインチ2機を装備し、2機を複合して使用した場合には12万ポンドの牽引力を発揮できた。ウインチの操作は、車体中央部左側のキャビン直後、主ウインチの脇にある開放式制御区画でいった。車体後部にはトレーラー接続用のカプラの他に折りたたみ式のフレームクレーンを備え、各種の牽引、回収機材を搭載している。これの起とするところは、戦車運搬車としてセミトレーラーを牽引するだけでなく、牽引車それ自体のみでも戦場において、軽度な回収。牽引作業に投入し得る。ということであった。M26 は、車両の回収、牽引のみではなく、大重量の火砲を牽引することもできた。M15 トレーラーは8輪の大型タイヤを持つ、グースネック式接合、低床型の2台構造のセミトレーラーで、最大積載能力は8万ポンド、後端には運搬する車両を乗降させるための、跳ね上げ式のランプを装備していた。各組の車軸は内側に傾けて、内輪側の車輪のみを設置させることができ、路面幅に限界のある橋や仮設橋を通過する際に活用された。二床部より一段高くなったグースネック部は、ジャッキ他の作業用具の収納場所となっており、M15A2 では予備タイヤ用のラックが備えられている。牽引車に結合しない際の自立用として、二遊下部前端左右下面には安定足を装着できた。ありがとうございます。